ジーニョことクリザン・セザルジ・オリベイ・ラフィーリョは、ブラジル・リオデジャネイロ州の場、イグアス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ブラジル代表としては55試合に出場し7得点を挙げた。1989年3月のエクアドル戦で、フル代表デビューを果たした。1994年のアメリカ W 杯では、全7試合に、 スタメン出場し、決勝のイタリア戦でも先発出場して優勝に貢献した。クラブチームでは1986年にフラメン語でキャリアデビュー。フラメン語ではジーコ、ベベット、ジョルジーニョ、レオナルドラと共にプレーした。1993年にパルメーラス2遺跡、ブラジル全国選手権を獲得するなど主要タイトルをほぼ総なめにした。 1995年にパルメイラスのチームメイトのセザール・サンパイをエヴァ・イールと共に日本の横浜フリューゲルスへ移籍しブラジルトリオを形成中盤のコンダクターとしてゲームメイクを担いクラブを優勝を狙えるまでに飛躍させた J リーグ初ゴールは1995年4月29日の名古屋グランパス戦11月15日のセレッソ大阪戦では 初の複数ゴールを決めた。1996年は鹿島アントラーズ、名古屋グランパスエイトとの優勝を争いの末、鹿島とは勝ち点3差、名古屋とは得失点差で競り負け、3位に終わった。1997年は、ファーストステージ、7月9日、ベルマール平塚戦でゴールを決め2から1での勝利に貢献。このゴールが J リーグラストゴールとなった。 最終節までカシマ・アントラーズとの激しい優勝争いの末2ポイント及ばずフリューゲルスはショートトンステージ2位に終わった3年間で通算83試合21得点の記録を残した1997年のファーストステージ終了後ブラジル代表としてフランス W 杯出場を目指すためブラジルに帰国したブラジルに帰国してからはフルス。 パルメラスに、復帰、好調を維持し、九百九十七年九月十日のエクアドル戦で代表に、復帰、九百九十八コンカカーフゴールドカップでは、前後試合に先発出場したが、同年のフランス W 杯への出場はかなわなかった。クラブでは九百九十九年のリベルタドーレス杯の決勝で、デポルティボカリオ、PK のスウェア破り優勝、セカンドレグでは、 PK 戦で一人目のキッカーを務めたが、これを失敗した。同年、パルメイラスの一員として、セザール・サンパイオラと共に、日本で開催されたインターコンチネンタルカップに出場したが、試合はマンチェスター・ユナイテッドに0から1と敗れた。その後、ブラジル国内のクラブチームを渡り歩き、2006年に US セルのマイアミ FC に移籍。選手としてプレーした後は、 選手兼任監督を務め2008年に現役を引退した。ありがとうございます。